やあ、刹那圭介だよ。先に目の確認をしておいてからのここに話しかけております。青い目は左なんですよ、確か。よね。で、赤い目。赤い目を覚えとかなあかんかった。いや、覚えとんやけど、確か赤い目って何だったかな。 何だったかな、言いよるけど。もしかしてこれ、僕ってまっすぐってことなんかな。まっすぐ、あれのこと見つめよるけん、僕ってなんかな。よし。まっすぐやな、やっぱ。緑の目。これも僕か上かないんやけど、微妙なんよな、なんか目の位置がさ。僕あったし、多分連チャンで僕はないと思うけど、上かな。あー、取った、よかった、よかった。黄色が確か緑だった。いや、緑だなよ。右だったと思う。見ないでよ。はい、わかりました。見ますね。はい、入ろう、はい、よっしゃー。よっしゃー。なんか、まがまがしい空間来たで。おい、あんま近づくなって、気持ち悪いし。わかったよ。これ何？あ、鍵だよ、みたいな。もちろん持っていくに決まってんですよ。これを手に入れに来たんですよ、この世界には。お、手帳も一緒に。お父さんが冷たくなった。本当に。そう、お母さんに言ったけど、信じてくれなかった。僕の言うことなんてもう信じなくなっていた。そりゃそんなに嘘ついたら新人は。だいぶ時間が経ってから、お兄ちゃんとお姉ちゃんが気づいてやっとのことを知った。見たこともない顔をしてた。見たくない顔をしてた。驚きも氷も笑いもしなかった。あ、怒りもやな。怒りも笑いもしなかった。その日からお母さんは何も言わなくなった。何を言わないでどこかを冷たく見つめるだけになった。そりゃ悲しいよ、お父さんが亡くなったんやけん。夫が亡くなったってことだろ。いや、なんか変な感じがしてるんだ。そりゃもうこの空間自体がもう変なもんやけんな。すごくもやもやしてる。何か足りない。足りない。なんかフラストレーションでもたまっとんか、お前。言い方が悪いな。でも何か足りない。何が足りないかわかんないんだよ。何が足りないかって？糖分だな。さっき食ったやつじゃ、ちょっとなんか、足らんな、おやつ。そういうもんじゃねえぞ。って言われそうやな。ほら、なんか、よくわからんこと言うたけん、なんか、てんてんてんって返された。アレン結構頭いいけバカなのかって。アレンはさ、なくしたら怖いものってある？あ、これさ、毎度毎度のことなんやけども、なんでないってわからないの二つのなんやだろうな。さ、人間ってさ、なくす怖さっていうものは、そうやな。なくす怖さっていうのはあると思うんやけどさ。ただね、その、なくすのを恐れて何もしないっていうのが一番怖いんですよ。まあ、どう、結局のところあるんやけどね。ごめん。あ、こいつも察したよ、記憶ないことを。暗いな、ここ。でも、なんかほっとしてる。結構暗いところ好きなんか、お前は。暗闇ってこんなに安心するものだったっけな。せんよ、普通。そんなんで安心できるんだったら、お化け屋敷とかどうやって出るん、これ。てか、出れるん、これ。これ出れるん、これ。あ、ここが凸になっとって。ここが入り口。ちょっと待って。あ、鍵使うわけじゃないよ。 ここの鍵じゃないんやけんな。あ、鍵手に入ったってことは、このまま戻ればもう、ジョシュアやな。名前忘れた。名前一瞬出てこんかった。 ジョシュアは助かるっていうか、なんか悲惨な目に遭わないで済むって、なんか扉ある。 どこでもドアーみたいな感じになるんやけど。なんなんこの近代的などこでもドアは。待て。いや、なんか入りたくない。というより、入れたくないんだ。入れたくないって何を？ん？どういうこと？入るのか。
そりゃ入るわだ。わかった。え？お前誰？え？お前誰？何これ？え、これあの時のなんか単位のやつ？単位の問題出してきたやつかこれ？え？何のとばっちり受けとんお前？え？は。それはじゃわだ。クリック。クラック。こいつの声どんなんやったっけな？よくこんなところまで来たな。来るなって言われただろう。若干ジョシュアと声かぶっとるだけど、まあいいやもう。なあアリス、眼中にないってか。へえ、そこにぶら下がってるテーテル坊主がそんなに気になるのか。え、これテルテル坊主全然テルテルってないけどな。テルテル坊主なんこれ。でっかいテルテル坊主やの。は、違う。母さんだった。え、母さんこれ。あれは母さんだ。僕の母さんだろう。いや、違う。違う。母さんはこんな目じゃない。どっちやねん。いや、そりゃこれが母さんのわけないっていうような見た目はしとうけどさ。え、どういうことや。ほう、じゃあどの目だ。え、教えてくれよ。え、この目ってさっきのやつと似たようなもんなんか。え、なにこれ。目の神経衰弱でもするんかお前。おい、ああなんか、あ、まだ一瞬忘れた。一瞬出てこんかった。ジョシュアがダークサイドになったで。おいや、母さんじゃない、違う。だってあの時僕が言ったのはでも母さんは、なあ違うよな、これ違うよな。なんでそんな目で見るんだ。なんでこんな目に遭うんだ。今さら何言ってんだ。あの時ああやって結果こうなったのもお前のせいだろ。後ろを探ってもお前が悪くない理由なんて見つからないぜ。あの時こうしとけばなんて、そんな、なんて読む、船旅ただの時間の無駄だ。やめろよ、やめてよ。ああ、まあいいか。じゃあな。何だったん？お兄ちゃんはサッカーがうまい。お姉ちゃんも頭がいい。でも僕には何もなかった。何もないのにあるって言ってしまう。持ってないのに持ってるって言ってしまう。行った後にすごく悲しくなる。そのうち僕もどれを持っててどれがあるのかわからなくなった。言ってしまえば誰かを傷つけてしまうのかも。でも言ってうんだ、せいぼわればでかでか。最後の方は文字がにじんでいて読めない。ああ、あのなんかいろいろでか、ちょっと非常事態があったんでカットしました。まあ特に何もなかったんですけど。ってことはあの暗闇とかにあったあの目ってなんか、あ、まだ名前出てこんかなんか出てこんな、なんかジョシュアだっけ、パッとジョシュアって出てこんだよな。なんか先にリックとか出てきたりした。まあとにかくジョシュアのことを冷たく見る目線っていう、そういう表現だったんかな、もしかしてかもしれんな。何にせよ広い目にあったな今回も。ちょっと顔見に行ってみようか。確かこっちだったかな。あー、なんかブラックやん、ブラックジョシュアやん。この黒さってなんかな、どっかで見たことあるな。悠長なことをしてられん。次で最後にしちゃおうぜ。お帰りなさい。おや、前回とは全く違う顔されてますね。ああ、いえ、
察しがつきました。いや俺やってさ、いろいろな世界もあよっていろいろあるんよ。悲しいことばっかだったけどさ、なんでもなんかいい言葉見つからんけんパスね。それでは世界のものは回収させていただきますね。ページの切れ端もいつものようにどうぞ。こんなもん戻っても悲しくなるだけなんやけどな。それでは次の世界への扉を開きましょうよっと。次もよろしくお願いします。分かったよ。次で最後にしようぜ。次で最後なんかなこれ。そもそも次で最後なんちゃうな。世界の鍵5本あってここがなんか分からんけどあるんよな。ただ子供の夢に入るんがこれが最後って感じでいいんかな。君か。なんかパート1でいきなりちょっと不安にさせてくれた不思議子ちゃんだったね。名前忘れたわ。全然見ようになったけん名前忘れたわお前の名前。あらあらアリスどうしたの。そうそう遊びたいのね。いいわよ。何して遊ぶ。遊びませんせん。さて問題です。皆さんはこの子の名前を覚えているでしょうか。私は覚えていません。サダノブとでも名前つけてやろうかな。それはかわいそうやきやめとくけどな。なんで名前だったっけな。出てこんわ全然。全然出てこんわ。クローゼット開けましょうか。いつもの展開や。そしたら夢の世界へレッツダイブってなるんやな。レッツダイブっていう気楽なもんじゃないけど。開幕迷路かよ。この子の夢開幕迷路ってどんだけ悩んどんだか。まあ、いや適当に言ってみるよ。なんかかかしというかお墓というかようわからんもんがあるけど調べれんのか。マイロー、なんこれ。あこっちで。あーめっちゃ長。これは結構時間かかりそうやな。多分編集の時点で時間がかかっているならもう倍速とかそういうタグを入れていてそうやな。もうマイロー、あれ血のところに行けっていう感じだったなさっき。けどこの分じゃこのエリアじゃからじゃ一見一旦戻らなあかんちゃうわ。こっちじゃこうじゃこうじゃ。オッケーいい感じで。でこっち行けばいいんじゃ。先生またおるで。え先生どういうタイプの人間なん。なんか女子屋の時からたびたびでたびたびではないけどさなんか出てき始めたけどなんなん先生。虫かい。後ろからあれあらアレン。あ先生今頃気づきおった。そりゃジョシュアに腰とか横腹とかやれるわけじゃよ。そうでもせんかったら気づかんっていうのは本当らしいな。アレン君がここにいるということはそうか。えああありがとう先生。もういいわ。あと先生も髪ちゃんと手入れしなきゃ。先生はいいんだ。これは切る時間がなくてね切り方も知らないから。いやそういう普通床屋とか行くもんじゃない。美容院とか行ったことないよ先生。興味なさそうな気はするけどね。知らないとできないの。手探りでもできそうよ。いやさすがに自分の髪の毛に手を出すのはちょっとな。手探りレベルじゃちょっと厳しいよな。いや知らないとできないよ。それに僕が今知りたいのはそんなことじゃないから。ん？何やねん。ん？よく聞こえなかったわ。お前どんな変な耳しとんや。じっとしてるのも退屈ねえ。どこか行きましょう。オッケー。アレン、私あなたについていくから。おお、そうっすか。あなたがどんな道を進むのか面白そうだし。よかったよかった。あ、ステラって名前か忘れとった。ステラね。
もう素手手だってなった。意味わからんこと言った。いいじゃない。ずっと同じところにいたって何も変わらないわ。その通り。先生はどうするの？一人で行くからここにいろとか言ってたけれど。だから君たちは本当に言うことを聞いてくれないな。先生もついていこう。ひまわりね。お、先生ついてくるん。あ、大人の立場からっていう物差しで見てくれるんや。それじゃあアレン、お願いするわね。すげえ、先生までついてきた。もうなんかの RPG で魔王を倒すあるパーティーみたいになってしまったもんな。大人がつい先生やって。ちゃんと名前が、英語の部分がティーチャーになってる。すごいな。さて、セーブといきましょう。今回この辺で終わり。ステラか。全然名前覚えてなかったわ。まあいいや。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。